はい、どうも皆さんこんにちは。すごいね、僕意外にエンジニアとかゴリゴリロジック的なことを動画で喋ってますけども、意外にバイオリンとか書道やってて、アーツ系ってのは大事にしてるんですよね。クラシック音楽とか。だからチェコ共和国に半年住んで交換留学してたのも、チェコがね、すごい美的に建築物もそうだし、クラシック音楽系ってこのセントラル系から来てるんだよね。ウィーンのオーストリアとか、チェコとか。うん。で、ドイツとかね。だから、クラシックのバイオリンとか8年とかやったりして、書道も8年とかやったりして、まあいろいろそういう系の美的感覚っていうかね、アーツ、芸術っていうのは、感覚的にはすごい大事だから、ね、耳とかね。で、それで、ちょっと YouTube で見てたね。自分がね、大好きな、感動するぐらい大好きな歌手とか歌っていうのを紹介したいなって思います、この動画で。まあなんでかっていうとね、こういう系の動画まだ喋ったことないと思うし、あんまりね、普段考えない。まあ自分もエンジニアとして働いてる上で、ジムとか、もうルーティン化がすごい上手い。システムシンキングができるから、日々、感情的にあんまなんないですね。起伏が激しくない。ルーティン化してるから。で、音楽俺聞かないんですよね。で、すごい驚かれる。みんなに。音楽何聞くのって言われて、俺聞かないっつって。ジムで何聞くのって言ったら、オーディオブック。だからオーディオブックで本読んでるの、ジムで。じゃあ通勤の時に音楽聞かないのって言ったら、オーディオブック。うん。じゃあ、コーディングしてる時に音楽聞かないのって言ったら、俺聞かない。雑音になるから。じゃあ勉強してたじゃん、大学で。その時に音楽聞かないのって言ったら、聞かない。音楽聞いて感情的になったら、感情移入しちゃって集中できないから。っていう感じで、俺音楽聞かないんですよ。全く。必要性がないというか、感情的な起伏がないし、で、聞いちゃうと感情的になっちゃって、だからあんまりそういう起伏したくないから、うん。だから限られた時ぐらい。だからなんか、デートでこう家帰ってきて音楽を流すみたいなバックグラウンドでぐらいで、自分では聞かないですね。はい。ただそんな僕、バイオリンとかやってたりしたんで、音感とか多分多少あると思うし、で、この自分がね、思う。クラシック系好きで、すげえ大好きな歌。まあ一つ目。前にちょろちょろ言ったけど、アビッチ。まあ、今、同級生で、ね、僕のためで、スウェーデン人のね、DJ。もう亡くなっちまったんですけども。アビッチの Wake Me Up。この Wake Me Up の、この黒人の人が歌ってこの深い声。Wake Me Up When It's All Over っていうのを、すごいいい声で歌ってる。で、歌詞がめちゃめちゃいいんだよね。うん、アビッチが好きな理由っていうのは歌詞がすごい。人生的なものを歌詞でやったりとか、人生の意味は何なんだろう。ね、毎日毎日同じことを繰り返してやってるのではなくて、ね、成長してね、一回だけの人生を生きていこうみたいな、そういう歌詞とかあって、すごい勇気づけられた。もう過去、2013年ぐらいからずっと好きで、うん、聞くってなったらアビチは多いね、歌詞的には。あと、まあ、A-Team ってのも好きなんだけどね、エド・シェラーの A-Team。A-Team みたいなやつね。まあ、ですね、アビチの Wake Me Up はすごい好きです。歌詞的にはすごい。だから好きなのって結構ね、歌詞ちゃんとしないと嫌ですね。なんか適当な、あんま意味のない歌詞のやつがなかなか聞けないですよね。うん。なんか、商業目的で作られたとかっていうのは本当に好きじゃないし、ラップ系も全然好きじゃないです。言葉が悪いし、ね、ビッチとかそういうことばっかり言ってるじゃん。ラップ系って。なんかもう、頭が腐る感じなんで嫌なんですよね。で、二つ目の歌詞に対する。今日ちょっとね、ずっとね、1時間ぐらい見てたんですよ、YouTube で。平原綾香さんのね、ジュピターもそうだけども、国歌斉唱ね。国歌斉唱。日本でワールドカップラグビーやったじゃないですか。先月まで。あれの日本対ロシア戦で、平原綾香さんが国歌斉唱をやってたんですよ。それを YouTube 載ってて、もう感動だよね。絶対見た方がいい。俺この見て。いや、すごいなというか、だから、言葉に表すことないっていうの、泣けてくるっていうか、もう、鳥肌立つ。んで、ジュピター聞いてたけど、だ学生の頃日本にいた時ジュピターとかさ、なんか音楽のテレビでやってたけども、そこまで響いたかって響いてなくて、でも今日見てみたら、めっちゃ響くんだよね。で、しかも歌詞、今まで知らなかったけど歌詞を見てたら、なんかすっげえいいこと言ってんの。なんか、自分の夢を諦めた時に一番悲しいのは自分を信じられないことだみたいなこと言ってて、うわ、なんだこれ、自己啓発。自己啓発がこんなとこにあったのかみたいなね。自分を信じられないことが悲しいことみたいな。で、自分の人生を、好きに生きていくために、うんぬんとかで書いててさ、ジュピターで。うわ、すげえなって。でも声が、これね、俺がいくら言ってもね、伝わないと思う。平原綾香、ワールドカップ国歌斉唱で見てください。やばいっすよ。最初のオープニング。もうやばい。なんかアバターみたいな感じでもうね、異次元の世界。すごいね、低い声、あの人は多分ね、
二重人格的な声が二つあるんだよね。高いのと低いのが。で、ジュピターもそうだけど、ジュピター最初は、Every day I listen to my heart みたいな感じになるけども、で、最初高いとこ行って、で、節目があってからいきなり低くなんだよね。そこでなんか、二つ目の人格が出てきたみたいなね。すげえなんか二人目のすげえやつが召喚してきたなみたいな。すごい、身震いする感じ。あの人も音大出てて、クラシック系もやってるから、すごいね。だから、オクターブぐらいできるんだよね。声のトーンが。低いのと高いの。13かな？わかんないけども。で、だからその国歌斉唱の最初がやばかった。この、君が弱はっていうのが低いところでやってて、君が弱はっていう感じのレベルで、しかも、声が、音質がすごい太いね。太くて、深くて、神秘的な音。だこれいやだからね、俺ね、ちょっとね、来年日本に帰るときに、ちょっとチケット取、俺、音楽のコンサートでお金払って行ったことないんですよ。なんか、バンクーバーでもあるじゃん、音楽のコンサートね。あ、ビヨンセが来たとかね。テイラー・スウィフトが来たとか。そういうの全く興味ないんですけども。人生初めて。いや、俺は死ぬまでに平原彩香さんのコンサート生で見てみたいなって。うん、なんで、今まで音楽のコンサート行く人の考え、ね、気持ちが分かんなかったけども、俺は、この感動を生身で味わいたいと思った。死ぬまでに。うん、それぐらい神秘的ですごくて、なんかね、身震いする。本当にね、感情的にね、こう、突き動かしてくれる。歌詞もすごいいいんだよね。もう希望を与えてくれるというかさ、ジュピターもそうだけど、こうでっかい宇宙の中で、人生をね、好きに生きていきたい。その中でね、こう、夢ある、ないとかね、夢をちゃんと持っていこう。自分を信じられないの、信じられないの悲しいことだとかね、やべえ、いいなと思ってさ。でもこういう動画ってさ、ね、ジムで聞き流しできないじゃん。しちゃダメだね。うん。コミュートしてて聞き流す動画じゃないの。そんな軽いもんじゃないね。ということで、まぁ、ちょっと紹介してみました。大好きな、ね、歌手というか。うん。クラシック系とかも入ってるね、僕は。だからアカペラが上手い人もすごい好きで。ケミストリーも好きでした。木漏れ日ってやつね。も好きだし。平原彩香さん。いやー、絶対見てください。国歌斉唱やばいっすよ。多分これ、日本で一番上手いかもしれないですよ。うん。で、音感とか声質に関しては、なんかコメントだったけど、うん。なんか、天性のものなら神がかった声のギフトだって言われてるらしいですからね。他の歌手の人から。うん。アビッチの Wake Me Up もそうだけども。Wake Me Up When It's All Over。な感じで。まあ、意外に僕ね、音楽やってたんで、音楽、コンサート、オーケストラとか、プラハで行ってよかったなって思いますよ。まあ、そんな感じで僕の好きな歌手はケミストリーと、まあ、平原彩香さんとアビッチぐらいですかね。今思いつくのとは、エドシャラーム好きですね。声がいいですよね。うん。まあそんな感じで、あとね、徳沢なんとかって人も好きなんですね。声が。あと、あのね、CM によく流れてる、生命保険に流れてる、あの日本の方の、あれも好きです。ということで僕が紹介してみました。皆さんの好きな歌詞とかどうでしょうか？コメントをしてくれればと思います。この動画良かったら、高評価と、ライク、お願いします。ということで、また次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。